アルミカンの漫才推測クイズ。皆さんお笑いは好きですか？はい、大好きです。漫才好きですか？はい、アルミカンの漫才見たことありますか？まあ、それはいいです。打ち合わせが食べられない嘘はつけないタイプ。まあ、アルミカンというコンビで私ともう一人、あのもじゃもじゃのね、メガネかけたもじゃとした相方と一緒に。なんとか情報がないですけど、もじゃもじゃの2人です。名前も言ったらいい。気が多いことしかわからない。もじゃもじゃのメガネのね、はい、はい、アルミカンというコンビで普段漫才をしていまして、まあ、それを知っていただいてますよ、はい、でも、はい、漫才見たことないだろうな、多分。正直あります、ね、あるあります。僕は漫才が好きなんで、あの関西にもいたんで、上方漫才大賞の奨励賞とか、ありがとうございます、新人賞とかの選考に残っているレベルの人なんですよ。知ってます、ありがとうございます。じゃあかなりわかるかもしれないです、まあ、だからここでクイズとして漫才見てもらおうと思いまして。おお、はい、でも皆さんせっかくクイズチャンネルをやってあるので、まあ早押しでですね、もう分からなくてももうノーペラでいきますので、はい、どんどんこうちょっと漫才師になった気分で当てていただきたい。でも、あのなんとかちょっと推測で当てれそうな問題を用意しました。しかもまあ最初の方は特に私、夏時お姉さんはちょっとうまいこと言うみたいなのが好きなので、はい、そういったのを持ってきたので漫才のワンフレーズを当てていただきたいと思います。まず、まあ、アルミカのことよく知らない方がいます。顔が出てきた。はい、アルミカが終わりますね。はい、もちろん右側が私で、はい、アルミカン高橋で沙織で、そして左側がこれ赤坂といいます。はい、この見た目っていうのが最初の方は大事となっておりまして、まず私たちアルミカン、どうもアルミカンですっていうふうに出ていて、ちょっと自己紹介的なものが毎回あるんです。なんとかの方となんとかの方で覚えてくださいね。では1問目はこちらです。赤坂さんのセリフ、髪の毛傷んでる方と何とかな方で覚えてください。髪の毛傷んでる方はどっちなんですか？聞いたら分かるよ。まあなんか両方をちょっと自虐するみたいな掴みが結構多いんですね。はい、髪の毛傷んでる方と肝臓の弱ってる方。そういうことですね。そう思ってたんですよ。いいですよ、でもいいです、方向性合ってます。胸が痛んでる。お、正解でいいかな。はい、おまけ正解です。正解はこちらです。髪の毛痛んでること、心痛んでること覚えてくださいねという、私がちょっとブリッコして、うん、赤坂さんが髪の毛痛んでること、心痛んでることみたいに紹介するみたいなのが結構定番です。はい、似たような紹介でいろいろパターンがあります。こちらです、次。はい、これは簡単そう。どうぞ。猫飼ってる方と猫かぶってる方。正解。怪我をしたって感じだったね。そういうことです。まあ、これも。ちなみに、ね、こういうネタはどちらが書いてるっていうのあるんですか？あ、基本私です。はい。赤坂さんは猫飼ってるんですか？猫は飼ってます。10年飼ってます。猫のゆきちゃんです。ゆきちゃん。正直そうか。赤坂さんがネタ書いてると思ったら衝撃を受けた。ネタ書いてる側なのに。そう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 。そうよく言われるね。そうそう。赤坂さんが書いてそうって。では3問目、また同じパターンです。メガネかけてる方と何とかの方で覚えてください。はい。何やろ。粉かけてる方。何じゃそれ。あ、はい。メガネかけてる方と命かけてる方で覚えてます。おー、まあね、あー、次に繋がっていくことですよ。いろんなかけてるがあるから。あんなのかけてるじゃ目で見ませんよ、普通。そうか、メガネかけてる方と常識かけてる方で覚えてます。おお、惜しい惜しい、めっちゃ惜しいです。俺ただの悪口合戦になっちゃった。常識かけてるまでも正解にしてもいいんじゃないですけど、でももうちょっと強いんですよね。強い、はい、じゃあメガネかけてる方と品がかけてる方。ああ。そういうことで、いまいち。答えを発表します。答えはこちらです。いやー、なーもおかしいね。続いてのもね、ちょっと変わります。まあこういう自己紹介があって、プラスまあちょっとね、まあ私最近結婚しましたけれども、まあちょっと男好きとかいうのも今までは結構下手にしてきたんです。これからはちょっとね、しづらくなります。その本当はそんなにめちゃくちゃ男好きっていうわけではない、まあ好きは好きなんですけど。でもそれをこう
赤坂さんがもうあることないことを言うみたいなネタが多くて、まあ、男国会理解してるもんなみたいな、いやそんなことないよの後ですね、はい、いつも男なんてなんちゃらって言ってるやん、はい、どうぞ。消耗品。お、いいですね。もしもし、いいですよ。はい。食べ放題。いや、違う。それちょっといただく。消耗品が一番近い。はい。はい。はい、使い捨て。あ、惜しい。めちゃくちゃ惜しい。めちゃくちゃ惜しい。めちゃくちゃ惜しい。そう、それ、それです、それです。それを言い換えて、言い換えて。使い捨てといえば、使い捨てといえば、すぐ使えるものと言って。はいはい。映るんです。あ、違う。あの女はこうやってなんか楽しい、ああありがとうございます、今日もお会いできて嬉しい、いつもテレビで見るような男前ね、ああありがとうございますって言ってるけど本音は結構おっさんやなとか、例ですよ、例で終わるのよ、過剰にちょっとね、おじくんだってことは俺本当におっさんなのあんなことない、まあそういう感じで、例えばね、こう一個でこう言ってるけど実はこんな思ってる、だからここはちょっとかなり、ね、女性が有利かもしれない、ないと思いますで、実際に私の本音ってわけでもないですし、でもこの漫才でのこの正解を出してください、まあ、世の女性、まあ、私とかもこういうなことを思ってんちゃうかみたいな漫才です、はい、まず1個目、これ結構、まあ、ベタな感じ、個性的ですね、これはなんて思ってるでしょう、はい、変わってんな、おお、ちょっと欲しい、ちょっと欲しい、まあ私の守備範囲ではないわ、あー惜しいですね、でもちょっと違うな、うん、まあ、大体漫才では私が個性的ですねって言って赤坂さんに本音はって聞かれてなんちゃらっていうパターンなんですけど、はい、存在が育成ポイントね、あーでも惜しいですね、惜しいけど本当に簡単でいいですか、逆にね、はい、そう、はい、ただの変人じゃないか、あー違う、じゃあいきますね、あでもちょっとファッションとかで言うことが多いかな、ファッションとかで個性的ですね、はい、センスがないですね、おー、正解でしょ、はい、で正解は個性的ですね、ダサって思ってることも結構あれ一般的にでしょ、こういうのあるで、まあ、漫才ではあれ私それよう言われんねんけどって話す次いきます、次も同じような感じです、はい、これこそ女性が多い、これはね、あのちょっと背景説明します、はい、婚活とかね、こう合コンとか婚活とかで言うやつ、お仕事何してるんですか、本音は、はい、年収いくらですか、金いくら持ってんの、正解、そうだよ、これもそうだわ、分かった、はい、どれぐらいかと思ってすごい、はい、その調子でいきましょう、また男性相手の場合です、はい、こちら、はい、大体こう男性とご飯行くときに、え、なんか食べたいのあるって聞かれますよね、で、え、お腹ペコペコやから何でも食べたい、はい、寿司か焼肉食べたい、あ、違う、もう合わせるタイプですね当然おごってくれるんだよね、あー、ちょっとね、ここじゃないんですよね、あ、違うんですか、いやいや、なんか食べたいのある、え、何がいいかな、お腹ペコペコやから何でも食べたいって言いながら、はい、お前が決めて連れて行け、お前が近いやつね、厳しい、私も思ってるわけじゃないでもね、ちょっと何食べたいってその一発目とかで聞かれたらむずくないですか、女性側って、私何食べたい、あ、そうなんや、だから大体こう提示してくれると助かるなっていう気持ちをちょっと強めて書きました、いやでも誘ってくれるときになんか美味しい行きたい中華屋さんか一緒に行かへんって言ってくれたりしたらできる子の人もし、あとなんか中華でこんなんとイタリアのこんなんとどっちがいいとか言ってくれたら、うわすごいなって、まあ逆に遊んでる感じもしますよはい、この調子でもう一個あります、はい、ではこちらです、イタリアめっちゃ好きです、うん、はい、なん
イアンって確かなんかドレスコードとかなんかもあるから、だったら事前に教えてくれよ。ああ、はい、お前まさかサイゼリアちゃうよ。違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 うよ。女がみんなイタリア料理好きだと思うんだよ。あーそうそうそう。おー、はい、今、おまけ正解ですね。男ってイタリア行くの？男って女イタリア連れてくって映画なんだけどなみたいな。思ってないですけど。では最終問題です。あれ、どう最終問題？一本のね、ネタを持ってないですよ。みんなの完成させて、ちょっとまた違う漫才ですね。え、花火より私の方が綺麗って、もう照れるやんか。何本目は、はい、あっという間に散るってことか。あー、いいっすね。みんななんか、漫才上手くなってきてるバンバンとなって、あ、綺麗、あ、めっちゃ綺麗って。で、花火よりも、沙織の方が綺麗だよって言われて、うん、そんな、ちょっともう照れるやんかって言いながら何を思ってるか。すごい。じゃあ、そんならこの後打ち上げ行こうか。おー、うまい。なんかちょっとヒントがもう一つ。確かに、ね、楽しいね。まあ、花火と比べられて嬉しいかっていう話ですね。落ちるっていうのも確かに。そう、怪しい。はい。物体と比べんなよ。ああ、惜しいですね。ヒント、何と比べてんねん。なんたらやぞ。何と比べてんねん、あいつらの日やぞ。正解です。はい、なるほどね。何とか、それはもう、そう。まあ別に、これ全部正解したかった。私たちの漫画の正解だけで、別に何の正解でもないんで、こんなにためにならないクイズはないんで。いやいや、めちゃくちゃ面白い。もう1セットぐらいやりたいんですよ。大喜利とも違うし、ちゃんと正解もあるし、ね、で何が正解かっていうのじゃないけど、ね、こうそれぞれね、あの、それぞれのセンスが出て、うん、面白かった。わ、ありがとうございます。気になる方はぜひアルミカンの漫才を見に劇場に来てください。心斎橋門蔵というところでね、大阪ですけれどもやってますし、 YouTube にもアルミカンの方のチャンネルもありますので、うん、よかったらチャンネル登録してください、うん、はい、宣伝も終わったんで大丈夫です。大丈夫ですか、渡された。そんなやり方ある。赤坂さん見てますか。